されちゃうかもしれないですが、あえて聞いていいですか。林さんほら、まあ、高校卒業してすぐ役者になれて、はい、高卒っていう、ね、中で、はいはい、あ、そうかそうか、うん、いろいろ、ね、お考えになってることもあったじゃないですか、うん、その辺はどうなんですか。私実はですね、今法人化して1周年ということを言わ、1周年なんですけども、起業して4年、その中で私高校卒業、高卒なんですね、学歴としては。それで高校卒業して、東京に出て俳優になったんですけども、俳優がダメでした。10年やって俳優としては目が出なかったんだけど、今研修の講師としてということをですね、皆さんの前で、後輩に対してどういうふうに教えていくかということを喋ってるんですけど、やっぱりね、初期の頃は高卒っていうことですごい、実は恥ずかしながらやっぱりこう、なんて言うんでしょうか、あったんですね、コンプレックス。そうそうそう、はい、そう、俳優をやってたからこそ高校卒業して大学なんか別にいらないっていうことでやったんですけど、今の研修講師って始めた頃はコンプレックスがすごいあったんですけど、それって全く意味ないです、これは絶対。っていうのは、だって今初期の頃は私高卒だけど研修講師やってますっていうのはもしかしたら言えなかったかもしれないけど、今は、あ、私高卒ですけど研修講師やってます。なぜなら役者っていう経験をして養成所っていう資格を取ってとか、なんかつながるんですね、いろんなことがつながるから。別に高卒だから何かが悪いとかっていうのは全然なくて、やっとそれは最近言えるようになりましたけど、だからもしかしたらこれからね、高校卒業して働く方もいらっしゃるかもしれないし、進学する方もいらっしゃるかもしれないけど、それはその人の自分の強み、ストロングポイントに絶対なるんで、何のコンプレックスを感じる必要もない。ただ私も感じてた、だから感じてもいいと思います。ただ最終的には自分がやってることっていうのはきっと学び続ければね、学び続ければっていうのはありますけど、つながっていって自分の財産になるので、ぜひそこはですね、頑張ってやっていただければいいのかなと思います。私も高卒として皆さんのちょっと前へ行く、ね、お兄さん、まあ、おじさんですけどおじさんですねおじさんとして皆さんにちょっとだけ伝えさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、なべちゃん、そんな感じでいいでしょうか。はい、ありがとうございます。林さん、ありがとうございました。きっと皆さんも喜んでくださると思いますので、はい、じゃあ動画見てくれればわかんないけど確かにいや、大丈夫です。いっぱいあるから選んでくれますよ、きっと。じゃあ選んでくれた方、ありがとうございます。せーの、それでは、ありがとうございます。あ、いいじゃないですか。